架空のアーティスト名言ってもらって、あ、さっきやってたやつね、はい、架空のタイトル言ってもらったら即興でぽい新曲が作れるっていうの、アーティストと架空の曲を言ったら、はい、それっぽい曲が作れる、はい、ありそうな曲が作れる。アイドルグループフラフープフェスティバルの回れ回れ。星月が疲れていてもあなたにだけは見せたいの、私だけこの動きをあなたに見せたわ。もうダメになりそうなそんな夜だってあなたに私は愛してる。回れ回れ回ってほしいこの恋心、回ってよ回れ回れ。手が回るほどあなたのことが好きなんだ。できました。いや素晴らしい。え俺知らんだけでおるいますおるやん。もしかしたらこれを皮切りに売れるんじゃないかなっていうね。たまたま1回成功しただけかもしれないんで、うん、ちょっともう1個だけやっといていいですか。もう1個だけね。でこれでできたらもう一生できるってことでしょう。そう。じゃあどうやろう。フォークシンガー岩下勉の銭湯。今日はちょっとだけ温まって帰ろう、あなたと二人でなんて恥ずかしくて言えないからさ、今日も一人でこの熱い熱い思いを水風呂で冷ます。そうさ、僕なんてみんなこの凝り固まった頭の凝りをこのがほぐしてくれたらいい。銭湯銭湯あなたと入りたい銭湯。ほら温まろうよ。どうですか。やっぱ回れ回れの方が良かった、ね、やっぱそうか。